どうも皆さんこんにちは。やれよ。なんでかぶせるんですか。どうもこんばんは皆さん。逆か。これひどないですか皆さん。いつも最近ねカメラマス秒でかぶせてくる天才さん。結構声張ったでね。調子狂うわ。いいじゃん。で最近なんかねやると動画撮るとどうもこんにちはとか早みたいな狙ってやってるからね。もうやりたい年頃の20歳です。乗っ取られるかもしれんで皆さんに。まあそうだよね。今日あのこんなでっかいビールこてこんなし飲んで今日も出来上がってるんでチャンネル買い取るよっつってこんなもんすね。なんかあれでこんな絶対こんなビールをこんなし飲んでくれっつって試験管みたいな。そう。なんか電車さんがなんか通るって言うんですけど、今日は何を通るんですか。あなたは変わり者だっていう題材だね。今日は。俺か？違うか？なんすか？変わり者？変わり者なのかなっていう。誰か変わってるのかな？オサピ。あ、僕っすか？うん、あ、電車さんじゃなくてですか？あ、俺は変わってるよ。あ、僕が変わり者なんかっすか？うん、俺も変わってるけど。オサピーも変わってるの。いやそれみんな参加しにくくないですか。参加タイプの YouTube だもんねこれ。じゃあなんかコメントしてくれたんですか。うん、変わってるってなんですか。別に変わってないですよ。ギターって普通っすよ。じゃあ今日はもう終わります。さよなら。何で他に見ないですか。何しにカメラ回してますか今の。いつもこの流れするじゃん。なんすか。俺切るじゃん一回。みんな何が変わってるんですか。僕の変わってないね。まっとうでした。さようなら。言わしてください。ええよええよ。もう僕はもう真面目でもう本当に人間の鏡みたいな。人間の鏡みたいな性格で、うん、人もいいし優しいし。優しいよ優しい。ほら来た。人は良くない。何がですか。まあ良くはない。別にそれは間違いじゃないじゃん。よくはな い, いやそんなことないと思うんですよ。だとしたなら何がいい。何がいいってなんですか。皆さんどう答えるんですかそれ。どう思っての俺のこと変な人っていう捉え方するかな。変な人だったら YouTube なんかやらんすわね。うん。どうなんですか。俺も変な人。電車さんももうそこズブズブで変な人。ズブズブっていう言い方よくない。いやもう癖強いでしょ。癖は強いね。おかしなことばっかり言ってるでしょ。言うでしょ。でも結構真っ当なことも言うでしょたまに。でもオサピーは変なことも言うでしょ。真っ当なことは言わんでしょ。まあ、じゃあ変な人は分からんけど僕よく成り立つなと思うこと多々あるんすよ。うん。え、思いません？僕の行動をいつも見てて。それは。じゃあ、例えば今日。それはもう大人としてだよね。今日、スパシャンのね、打ち合わせがあったんですよ。うん、動画撮る撮らんの。うん、で、電車屋さんに、2時に打ち合わせしてるんで、それまで迎えに来ますねっていう話を。してたね。してたんですよ。前日も、前々日もしてたね。全然来ないの、俺。うん。来ないね。電車さんが電話しちゃったからね、俺。電話したの2時19分だからね。この人来るんかなと思って。待ち合わせ時間過ぎてくる大丈夫みたいな感じで。そうそう。かかってきて。先方は結構大きい会社だよ。結構っていうかかなり大きい会社だわ。こんな一 YouTuber が、そんな舐めな態度で。僕の方が大手っすね。おお、追うのがでけえっすもん態度も。今日は一本締めで終わりまーす。違う、だから僕よく成り立つなと思うんですよ。でもみんな知ってるもんね。じゃそれが通るのがやばくないですかって話ですよね。でも倒産かってのは YouTuber じゃないよね。どういうことですかそれ。クソってことないですかそれ。いや、ね、逆を言えばさ広告塔じゃん。の言うことを聞きなさいと。だから僕分かるんだったらちゃんとしなさい。違うんですよ今多分見てると思うんですけど。だから僕小島さんに怒られるんですよいつも。小島さん小島さん見てますか。もう僕のことあんま怒らんでくださいっていつも。
小島さん心は広くいきましょう時間の1個2個1分2分遅れてもいいんですよ、うん、例えば僕いろんな業者と関わるじゃないですか、うん、みんな多分、まあ、ある程度理解してくれて関わってくるんですよ。まあ理解っていうか分かってるよね。かまあ諦められてるか分かんないですけど、うん、いや小島さんはねあの豆なんすよ。小島さんといえば小島さん豆なんすよ。ルシオールの社長。あそうそうルシオールのねあの皆さん僕のエブリのエアロの社長さんね小島さん。でももう見てますかお仕事いつもありがとうございますここで言っちゃうそうなんですよ。なんかね最初はねやっぱあれだったんですよ。なんか連絡するって言ったじゃんとかそういうのがあったんですよ。でも小島さんに向けての動画になっちゃうよ。例えばなんですよ、うん、そうだからそういうのがやっぱ普通はそう思うわけですよ。普通なら普通の入りだとね。そう普通だったら、うん、じゃあ俺 YMC に撮影じゃ1時に行くねとかしのみくん言うじゃん、うん、でそしたら1時までに来るのが本来じゃないですか。でも僕は1時に行くねって言ったら1時に家を出るんですよ。これは慣れてますよ僕マジで。いやーもうでもそれは僕誰じゃなくてもみん同じなんですよ。そうだよね、誰でも一緒なんですよそれ、うん、YMC だけじゃないし、うん、小島さんだけじゃないしファーストクラスだけじゃないし俺は守ってもらえます。そうですか。うん結構俺は守ってもらえる守ってんのかな。なんか守ってもらえる。例えばなんかありました。でも10分ぐらいしか遅れん俺は。だけど俺分かってるから俺が遅れるもん。そもそもそんなにその時間何時とかなくないですかあんまり。あお俺は約束はあんましない。ですよね。お互い多分そういう感じだと思う。だから何回かまだみたいな内容では来る。じゃあそれ僕が暇しますよ多分。そうだよ。だからそれをもて遊ぶんだって。うわ誰かみんな真面目なんですよ。みんなどう思いますかそれ。いやダメでしょ。ダメなんですか。社会人としてクズです。俺いや俺自慢じゃないけど。じゃだから俺務まらないんですよ。字幕入れてね。社会人としてのクズです。うーんこうだなーだよ。TikTok かな。じゃあだから僕会社で働けないんですよ。僕もです。ですよねやっぱり、うん、8時に来なさいって8時に行けます。いけん。いけないですよね。なんでみんな8時に行けるの。俺それが分かんない。それはタイムカードがあるからです。でも約束は守らなあかんと思う。8時に行きますって自分の口から言ったなら。だけど僕ぶっちこかんすよ。行きますもんちゃんと。それがじゃあ12時間後でもいいのかっていう話。それ曲そんなことしたことないじゃないですか。いや俺は9時か10時に行きますって言ったら小島さんは午前中ですねって言ってくれる。さっき出ました。そう。あ、うん、だから長田くんはこの時間に行きますっていうもんで嘘っぽく聞こえるんじゃない。何ですか嘘っぽくって。あ、嘘つきなんです。違うんです。いや僕言い訳をしてもらいます。なんでこうなるんですかね。なんで自分で分かんないけどなんかこういう沖縄タイムみたいな感じですよね。言っちゃえばお、また敵を増やす。沖縄で1時にって言ったら1時にですよね。ジャマイカの人はもっと遅いよ。ちょっと僕ジャマイカ行った方がいいですかね。いいと思う。なんかだから僕だから本当に何なんだろう病気なんかな。なんか病気じゃないよね。マイペースなんだよね。極度な極度かな。分かってればよくない。俺とかも分かってるからさ。結構長田くんの周り分かってるじゃん。別に悪気があってったわけじゃないですよ僕だって。じゃあ悪気がないから分かってるじゃん。みんな聞いて。違う俺ね、あのみんな興味ないって。ちょっと聞いてちょっと言い訳させて。ちょっと例えばね、何日の何時にやりましょうとか、うん、そういうのダメなんですよマジで。言わないじゃん自分の口からは。僕がですか、うん、あ僕は言わないです、ね、何時なんて絶対言わんよ。言わないです絶対言わないです。何日はまあ言うかもしれないけど、うん、何時までは言わないんですよあんまり。幅取るよね。何時ぐらいみたいな感じ。2時ぐらいかな。かな。4時だよね。じゃそんな調子なんだね。俺は社会人として成り立たないんですよ。でも分かってる人だったらよくない。
ちゃうじゃん。だからでも見てる人からしたら、うん、そんな社会人でどうこうと思うかもしれないですから、でも僕からしたらですよ、うん、でそれで僕に関わってこないんだったら、どうぞ別にバイバイって感じなんですよ僕は。皆さんバイバーイで愛車自慢も多分来たことある人分かると思うんですけど、うん、毎回僕1時に待ち合わせるんですよ。来たことありますか？1時に行きますよね、出ますよね。1時に僕家出てるんですよ1時に待ち合わせしていつまで待ってるんですかとすいません、みんなおとなしく待っててもらってて誰も何も言ってこなかった、ね、みんなが大人みんながそう、みんなが大人になってくれてるから、そう、私ルーズなのかな、ルーズだよ、ルーズだし自己中だし何だろう、もうクソだねルーズで自己中でクソクソ人振りますし、うん、そうクソクソです、クソの YouTuber のオサピーです。結局僕ディスられるんですか？いやディスってないよ、褒めてる。どこがですか？え、だって守らんでもみんなついてきてくれるじゃん。ついてきてくれてんのか呆れられてんのか分からんすけどね。で300人ぐらいは見てくれるでしょ底辺なんだもん、底辺 YouTuber なの。300人がいいとこ。しんどしんど。ちょ、みんな逆にどうなんですか、きっちり結構守る方なのかな。仕事は仕事、遊びは遊び、なんかじゃなんで、ね、じゃ日本人が細かすぎるんですよ多分。多分それはなんか外人差別みたいな。差別それだけどさ、日本からしてだよ、外国の人が入ってきましたっていう体になってるからダメだけど、あなたが時間にルーズなんです。以上です、終わります。じゃあ聞いてください僕あの何回終わっとる。16だったかな、なんかに僕一回マックの面接ぐらいことあるんですよ。マック、マクドナルド。犯罪じゃん。マクドナルドの。犯罪。いや、受けたことあるんですよ、僕、ぶっちゃけ。10本くれただけで、めっちゃなんか、わーわー言われて、え、なんかもう、あなたみたいな人、そもそも雇えないです、みたいな言われたんですよ。10分ですよ。聞いてるか、世界のマクドナルド。10分だよ。何がいかんのって話じゃないですか。ダメで正解です、マクドナルドさんはたかが10分ですよ。10分であなたを見れたんです、正解です。なんか偉そうになんかねえ、なんか女の人っすよ、なんか店長かなんか知らんすけど、偉そうになんかそれは男女差別です違う違う、なんか偉そうになんか何も なんなんすかって感じなんですよ僕からしたら。あんたそんな偉いなみたいな。10分ででも人はわかるよ、わかるよ。ちょっとそもそも10分で僕を判断したその店長正解だったじゃん。あんまり、いや変なこと言うマック敵に回すけどでもマクドナルドは食べるからね食べるからあんまり敵に回さんどくすけど、そういうのは良くないと思うすごく。良くない、良くない。どうなんですか皆さん、それは皆さんどうなんですか。だからおじさんはトイレに行きたいです。ダメです、我慢してください。我慢はできません。ビールばっかガバガバ飲むからっすよ。ちょっと今から長田くんのやめましょう。ソロトークが始まります。じゃどんなんすか。いや、これも楽しいよ。何でこういう新体験も。じゃあ、ほんとトイレ行くんすか。トイレ行く。じゃあ、一回止めておきましょうか。止めんでいいって。じゃあ、行ってきてください。こういうのも、俺の悪口言っといてよ。俺の悪口言っといてよ。悪口言うことがないもんだって、伝説。俺のこと好きなんだから。どうだ、マジで。ドラジーよ、本当に言っちゃったし。ちゃんと繋いだ。カットしますから。なんで。ドーラ歩いてきますね。嘘、見えとった。見えてますから。ノーカットじゃねえんだ。カットされてますから今の。エロ本すげえ見てた人がおってさ、その話したかった。何の話です。繋げるっしょ。繋げないですって。じゃあもう一回最初からやろう。なんでですか。どうも皆さんこんにちは。酔っ払いじゃないですか。違うんだって、トイレ行きたい時は行きたいんだって、生理現象なんだって。伝説さん働いたことあります？あるよ。俺18歳の時就職したからね。あるんですか、働いたこと。何やってたんですか。玄関のマットの営業。え、なんすか玄関のマットの営業って。なんでよくお店とかにいらっしゃいませとかさ。あ、そのマットっすか。マット、え、あれを売るんすか。要はあれはレンタル品だから、はい、それをどう
使いませんかとか、ルートセールスでそれを買いに行ったりとか、やっとった。マジですか。マジだって。働いてたことあるんですか。その後俺参拝屋で働いてるしね。なんか嘘くさい運転手さん。何を嘘くさい。働く。じゃ電車さんが働くとかあるんですか。あるよ。いや今だって働いてるしね。違う、その雇われてですよ。いや今も雇われてる。雇われてないじゃないですか。会社じゃないですか、だって。うん、会社に雇われ。それ、ね、それは違う、それは違うじゃないですか。会社にやって自分の会社じゃないですかって。自分の会社ラブだもん。何？ラブ2000って知ってますか？瞳の。瞳の。知ってますよ。みんな知らないですから、それは多分。ああ、そっか。ちょみんなまで真面目にやらかいよ本当に。おい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 。じゃあの皆さんね、あの俺みたいになっちゃかんよ本当に。でも良くない？何がですか。じゃあなんか今まではさ、なんかなりたい職業みたいになっとったじゃん、 YouTuber。 YouTuber って言っても結構みんなしっかりしとるんですよ、そういうのって。いやしっかりしとるじゃん。どこがですか。意外としてないかな。いや分からんけど、しっかりの基準が違うもんね、人によって。なんて言うんだろう、僕でも本当にサラリーマンマジで向かないんですよ。今もう困ってるもんね。本当に。じゃあなんて言うんだろう、言うことに困ってるもんね。なんかちょっと困っちゃった俺。ちょっと困っちゃったんだけど、あのね、本当に真面目になった方がいいですよ皆さん。ですよね。真面目は損心ね。損しないけどそれ以上もないんですよ。あー、まあ、うんうん、いいこと言うね。なんかあの例えばね、俺こんなんで、じゃあみんなから見たら社会不適合者かもしれないんですけど、うん、だけどなんだろう、それが、まあ、人のことしちゃったら僕みんなと一緒になっちゃうんですよ。そうだから大げさに言うとカリスマ性はないよね。なんて言うんだろう、ちょっと人と違ってた方が。YouTube は見てもらえるとかさ、うんうんうん、でもこれが僕真面目な人だったら今の見てる人たち見てくれてないと思うんですよ。興味ないよね。こういうキャラだから見てくれてるってところもあるかもしれないし、これでしかないじゃないですか。他のじゃあ僕がすごい真面目な、なんか気まじんの気難しい人だったらめんどくさいですよね。まあ、まあそれはそれでいいかもしれないけど、また違うそうでいいかもしれないですよ。でもこういうキャラでやりきっちゃってるから、もう僕はそれを貫いてるだけであって。確かに今見てくれてる人たちは今の長田くんがいいわけだもんね。で誰かに言われたからって直す気さらさらないし。直せよ。いや僕どこと絡んでも多分同じことは、これは貫いてるんだずっと。どこどこだけ特別とかもないし、うん、ね、ないもんね。いやないんで本当に、うん、なんかだから特別ここだけはそんなきっちり出るとかもないし。確かに。そうなんですよ。相手が別に誰だろうと大手だろうとってか、そういう話になっちゃうんですけど、大手はもういらんって言うもんね。もこっちからもう、もう超大手だもんねこっちは。何言ったの。俺がトップだから。みんなあの俺の下で。じゃあ逆に、でも変な話ちょっとあるかもそういう考え方、うん、でもいいんじゃない。間違いではないと思うよ。じゃあその稼いの金額とかじゃないですよ、うん、金額とかじゃなくて、もう思考的はもう俺のが上みたいな、うん、自分のはね、そう、そういうのがあるから、うん、別に彼に見下すわけじゃないですよ、うん、見下すはしないけど。 YouTube をポンってやりだしたって言ったってさ、大きいとこがやりだして伸びるかもしれんよ、うん、だけど勝るかもしれんじゃん。勝るだけに。じゃあそれ俺が言いたいんだわ。言いたかった。おさ、うん、違うな。お猿さんなんで。お猿、長田お猿さん。長田お猿さん。そう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 。だからみんなが社会不適合者って思うってことは僕変わってることなんですよ。でもみんなも社会不適合者だからな。いや僕からしたら、じゃ逆に言わせて、そうっていう人がいるなら俺から見てあなたは社会不適合者。そう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 。だからあの量産型っていう作品。あぶねえ、俺が言ったら俺のアンチができるかも。危なかった。じゃそうやって思うって人は量産型のごくごく一般の、うん、もうなんかそれ以上でもそれでも以下でもない普通の人なの。だから叩かれるんだ。そうですよ。俺一般的だから絶対叩かれないんかもしれん。かもしれん。本当に当たり障りないからじゃないですか。そう、
僕こらーってやればいい多分僕鼻につくことが多分あるんですよ結構見てる人からして所詮時間も守れんとかあるんだろうね。なんか言いたいことがいっぱい出てくるんですよ。それがめっちゃいいじゃん。何がいいんですか。わけわかんない。俺のダメなとことかも俺知りたいじゃん。じゃダメって僕そう人間に対してダメとか思わないんですよ。その人それぞれでしか見ないんで。長田くんはね、はい、できた人間だからさ。それ関係ない。それ関係ない。ちょちょ、うん、まあ、そういうのかなって思った。今日も言われてたよ。言われてたよ。あの俺のここにワックス塗ってた。それまだネタバラシじゃない。ネタバラシじゃない。楽しみにしとけよ。スパシャンね。ネタバラしてるやないかい。スパシャンね。今日の人はすごいうさんくせえ。そう、中山さんうさんくさいから悪口言っとったでしょって言われたわ。これすごいよみんな。これね、まあ、これ動画ですけど、絶対楽しみにしとってよ。これマジでやばい。これはいいよ。スパシャンとまた契約するんで俺。あ、代理店じゃなくてごますりの方で。そう、ちょっと広告で契約してるんで。僕も呼ばれたんで。そんなお金あるとこからお金もらわなかんじゃないですか。そんなもん。そうだよ、出せばいいのにね。そうっすよ。ケチくっさいこと言っとんなよって。パンパンってお金出してもらって。めっちゃ明日振り込めよって。やらしい話になる。いやいや、案件だもん。これは仕方ない。じゃあ、あと YouTube でよくさんのステマだろとか、うん、金もらってんだろとか。そうだよ、書く人いるじゃん、うん、当たり前や。当たり前だって。ボランティアじゃねえんだね。もし僕がね、デーサーさんナビつけて、どうせ金もらってるんでしょとか言ってるのと一緒ですよ、うん、そうそうそう、当たり前じゃん。当たり前なんですよ。お金もらうってことは、だって僕仕事ですからね、これ。みんな、ただで働くんですかって。そうだよ。じゃ俺ね、よく言われるんですよ、その、うん、どうせお金もらってるんでしょとか、案件やると。うん、昔、最近はもう言われなかったんですけど、うん、昔あったんですけど、だって、皆さん、ただで仕事するんですか。そう。人っていうのは、時間の切り売りだからね。そうですよ。前線さんがナビつけたりドライブつけたりするのも、うん、ただでやるんですか。そう、俺は30分1万円の仕事をします。それが普通なんだって。あ、うん、まあ、そうですよね、普通に、うん、そうそうそう。そ、長田くんは30分で20万円の仕事をします。お金持ちです。わー。あ、でもあれですね。ちょ車屋さんでレバレー。税務署さん、税わあ。電車屋さんもレバレートってあるじゃないですか。そう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 。僕もレバレートみたいなのあるっすよ。あるある。1時間1万円っす。安くないですか。YouTuber 安いね。安いんですよ。そうなんですよ。いや、安いかしないんじゃ、それ言ったらみんなに変な思われるんですけど。え、だって変わらんじゃん。変わらんすよ。俺は出張業務だからその値段ぐらいって思ってるからさ。だから意外とその普通の。うん、なんか個人事業主とあんまり変わらないぐらいの時給なんですよ。へ、意外と。だからなんかどっか行ってイベントとか行ってとか、うん、何時間やったら1時間1万円、4時間で4万円とかの交通費別とか。で、なんか200万ぐらいもらうんだ。ああ、そうかそうか。その200万どっから出てきた。いや、みんなに想像させな感じ。やめてくださいよ。印象操作です。え、みんなでも知りたいんですか、そういうの。ああ、いいかもね。いくらもらえるのかとか。イベント出てみたいな。イベント出てとか。え、知りたいかな、そういうの。ああ、俺気になるわ。まあ、ぶっちゃけ動画の後半なんで別に言っても、まあ、あんまり見てないと思うんでいいですけど。見ろよ。ですね。まあ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 。サムネは後半だぞって。まあ、26分か。だいぶあれって言ってると思うんで、あれですけど。だいたいね、まあ、でも時間給で言ったら、俺ぐらいの底辺だと1万円ぐらいなんですよ。あ、時間給で言ったら低いよね。だって編集もしなあかんもんね、うんうんうん、そう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 、だから YMC もそうですけど、時間換算したら多分そのぐらいなんですよ、うんうん、時間換算したら。でそれプラス、まあでもそういうのが他にいろいろあったりとか、うん、であと単発の仕事だとまた違うとか、うん、この間のドラレコもそうですけど、一発が何十万とか感じになる、うん、10万20万とかなるんですけど、うん、だいたい継続しちゃってるとかだと、だから時給1万円の計算なんですよ、うん、だから普通に電車さんがナビつけるとかと、うん、あんまりコーチとかそのレバレとは変わらないんですよ、実際。で、俺ナビつけて2000円ぐらいしかもらえる。嘘ばっかりじゃないですか。今のこの声のフェードとか役者だもんね。1000、1本つらい2000円ですよね。ああ、そうだよ。高いよ、うち。うち高いよ。2000円、2000円。じゃあ世の中そんなにお金ボンボン取れないですよ、実際。うん、
取れるとこはないもんね。本当に俺そんなにバンバンお金持ったら今頃ベントレーなんかもう涼しい顔して乗ってるから、本当そんな話ですね。これ言ったらでも持ってるじゃん。持ってないですから。すぐ嘘つくてどういう印象操作ですか。すごい、どんくらい信じてくれるかな。本当に持っとったらなんかすごい僕悪い人っすよね。隠し持ってんすよ。で金ないふりしてんすよ。いやだって持ってるじゃん。何を言ってんすか。ないっすよ。いや、あの B って書いてあるのベントレーじゃないの。あれベンツだったっけ。これあれベンツだってあれでしょう、わざと止めてるやつでしょう。ベンツ B ってだからずっと動いてないんでしょね。乗らんでいいもんね。誰この人マジで。さあどっちを信用しますかって。いやいやお金ないんすよ僕。じゃあ、あのベントレー売りゃいいじゃん。ベントレーじゃないんだってよ。あ違うんかなあれ。そのうち買うんです、そのうち。じゃあそんなんないんすよ皆さん思ってるほど。よし、俺の勝ちだな今日。何が勝ちか。もう楽しいね。何が YouTube やっぱ。人を陥れて何が楽しい。いや陥れてないよ。真実を伝えるのが YouTube です。見てください。汗かいてきた。鈴木の車乗って。あこれね、これ訳ありのねあれね。何が訳ありってよ。だる。金融者の金融者の金融者とか分からん人多くない。金融者、金融者知らないんですかね。年代が一緒だったら分かるけどさ、金融者のソリオ、金融者でソリオないと思うよ。いくら借りれるのこれ。どっちかだったらベンツが金融者じゃないですよね。え、金融者知らないのかなみんな。っていうかまあそもそもナンバー選べとる時点で金融者じゃないのね。まあまあまあ、差し押さえされてるあの車金融者ですね。所有金額まあ、悪いとこでね。悪いところで怖いとこで。そうそうそう、よく昔あったんですよ。南の帝王とかね。帝王とか竹内力さん見てますか。いやまあね、もう話のもう根本がもうわからんなったんですよ。伝説があっちゃこっちゃいろんなこと話するから。いや俺は自由にさしてよ。なんもういつまでも脱線しますからね。ずっと言ったら自由が売りだもん。え、このまま喋ったら何時間喋るんですか。もし6時間はいけるな。耐久トーク。耐久トークしますか。今度見たいっていう人が、どうだろうな。いいね、5000超えて。3000コメント超えたら。行くわけないじゃないですか、そんな。じゃあ、俺ら6時間喋ったるで。絶対来ない。こんの来ないです。5000いいねとか、そんなもん来たらビビります、本当に。本当に嫌な感じなんですよ、6時間。なんで、なんか、リツイートみたいなのないの。何をすか。YouTube は。いや怖いですってみんなに。じゃあいいってやったら、だってなんで昼やればいいんだもん。そしたらいくらでも喋れるじゃん。6時間って結構長いですよ。なんで12時からスタートして6時間6時だよ。喋れます？喋れる。おかしいんじゃないですか、ね。俺頭おかしいもん。カメラが熱暴走止まりますそれ。止まったらだってカメラのせいにすればよ。やばい。カメラの会社に問い合わせてくださいって。お客様って話もすでに長いんですよ。あ、すいません、すでに長いんですよ。じゃあもうやめます。もう黙ります。チャック。じゃあまあね、あの トークね、定期的に見たい人がいたらねと出してるんですけど、こうやって俺も喋りたいじゃん。トークって見てる人長いけど話してるこっち早いんですよ。早いね。30分早くないですか。早い。そうなんですよ。意外とね、ペラペラ喋ってると30分経ってますよね。経っとるね。意外と仲良しなんですよ。仲良しなんですよ。カメラの前ではそう、これプツッと切れたら、うん、ちょっとこうやってもうプーンって言ったね。それ嫌だな。まあ、ちょお金って言ったね。ちょっとね、まあみんなあの変わり者もいてもいいでしょ。そういや、変わり者がいなかったら世の中にすごいつまらん世界ですよ多分。俺ごめん、ここもう最後になっちゃうけど、うん、変わりもんって思ってないから変わりもんもいいでしょって振ってるけど、自分が変わりもんだから僕のこと変わりもんと思わないんですよ。いやでも普通だったら思わん。いや僕から見ても変わってる人見てもそんなに変わってると思わないですもん。おだから変わってない人が見て僕ら見るから変わりもんに見えるんですよ。よし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 、コメントもらえる、コメントもらえる。みんな他の人絡んでて変わりもんとも思わないことのが多いじゃないですか、普通の人なんですよ。だから、ああそういうことか。じゃないですか、普通ってなんだろうね。僕らから見て変わってる人はもっとぶっ飛んでるんですよ。
ネジ取れてる。いやだって僕から見てもこの人めちゃくちゃ強いとか思うってことはそれを上超えてますからね多分。ああそういうことか。きついですよ。きつい。きつい。きつい人来てよ。だから波の人じゃ多分関われないですよその人って。ああそういうことね。お金も職に多くないですかそういう人。いやそれはね自分でなんだろうな壁を張ってるんだよ。なのかな。いやぶっ飛んじゃぶっ飛んでますよなんか。ぶっ飛んでないよ。意味のわからないことを言い出すじゃないですかお金持ちって。ね、そう。いや僕分かる。僕の知ってる中では結構そういうこと言う人多いです。それお金が絡むことに対してじゃない。いやもう根本的な思考ですよなんか。思考はあんま変わらんと思うよ。結構ぶっ飛んでるもん。いや我々がぶっ飛んですよ。我々がぶっ飛んです。一瞬死んで。なんすか。じゃあ俺そこまでぶっ飛んでないもん。ぶっ飛びきってない。ただのおしゃべりっていうだけで。ああでもそれも普通の人がそれが普通じゃないかもしれないじゃないですか。そんなでもそれはおとなしい人っていうだけだもん。だからそうコミュニケーションが苦手な人っているわけじゃないですか。だってでも見てくれてる人はコミュニケーション結構すごいと思うよ。俺だってコメント返せんぐらいだもん。コメントではね。じゃあ電通はさただの危険音痴ですからそれ。どうやって返信すんのからですから。いや返信しちゃうよ。みんなと俺喋りたいもん。で、そう、返信の、しかもこの間アイコン変えるのに何時間かかってるって。言うなって。アイコン変えるのに何時間もかけてやってる。2、3時間は少なくとも1個なんかやるのはかかるんだわ。ね、確かに、なんか、ちょっと機械音痴かもしれない。まあ機械音痴だけど機械触れてね。この間新見さんも僕パソコン教えとって、うん、それコントロールキー押しながらこうやってやるせてるのに、これ、あれあれあれ右と左は一緒に動かんだって。そうなんですよ。なんか、あれあれとか言って。難しいんだって、ほんと。そうなんですよ。単純に電装さんは機械音痴なんだけどと思う。うん。そう。いや、パソコンでカカカってきたらもう思ったことパパパって打つだけじゃないですか。いや、俺はね、電装屋さんとか、そうやって言われると、返してーなーって思うけど、返せんのだ。ドキドキしちゃう。そう、初恋みたいなもんだって。いや返したいんだよ。返したいけどさ、みんなの質問がさ、なんかもう鋭くてさ。ちょっとマニアックなこと突っ込んできますね。そうそうそう。嬉しいんだけどね。難しいこと言ってくるんで。だから、俺に返してもらえるようになると、普通だわ。じゃあ、まあ、じゃあ俺ら結構見てるんだよ、コメント。デンサーさんめっちゃ見てますよね。めっちゃ見る。全部見る。そう俺も全部見て、だから返してるでしょ、みんなに。だから結構見てるんで、コメントしてもらったら目通してるんで。そう、オサピー返しとるでいっかって思うもん。やばいっすよ。これ7割でも全部返すけど7割6割ぐらい返すんで。それ早い段階で来た人だ。そうでしょ。後から来たやつ無視だもんね。そんなことないっすよ。はっって言っとるもん、ね。言ってない。鼻ほじりながら。ね、まあね、そんな感じでね。まあ、今日のトークはよくわかんない。ただ雑談でした。雑談でも見てくれるっしょ。ここまで見てくれたら最後まで見てあとでさっきよしコメントしてください。ね。最後まで見たよって書いてね、見てなかそれでどんだけ見てるか分かるんですよ。ああそうか。今ここまで見た人いたら、めっちゃ書いてくれたら嬉しいじゃん。ここまで見た人いたら最後まで見たよって書いてください。誰もいなかった。マジウケる。トークやめましょうか。そしたらもうトーク死んで俺。いじけちゃうんで電車屋さん。そうだよ。俺根に持つタイプだよね。しおみくん見とるでしょ。俺根に持つタイプだでね。やばいよもう。ってことでね、まあ皆さんも見てたらコメントしてください。とかあのトークこんな話してほしいとかあればね。そう小島さん待ってますよ。小島さん絶対見てる。ここまで絶対見てる。本当に？はい絶対見てる。小島さんじゃあ。小島さんめっちゃ見てくれるんですよ動画。全部。本当に？はい。小島さんじゃあこれ流れ終わった後 LINE 見たよって入れてくださいね。で聞いたら見たってことですか。小島さん見たよって言ってくださいね。24時間以内にで来なかったらいじけとくんで、あの、うん、じゃあ店行くんで。違う LINE 来たら、あ多分見てないなって。あそういう人ね見てる。ちょっと付き合い方考えますんで。ちゃんとあのコメントしてくださいね。あのLINE お願いしますね。みんなもお願いします。はい。で来たら本当に見てるってことですか。はい。こんな感じで今日この辺でさよなら。バイバーイ。もう何の話か全然わかんない。俺もわからん。
You're fine.